経営観にもかなり影響を与えた思い出の一言があるというふうに伺います。あ、思い出の一言、はい、ぜひあのお二方教えてください。まず一つは、はい、印刷業界の会合で、はい、まあ、業界とは全然関係ない、あの昔のね、そのあの金融機関にいて、はい、結構有名な人が外部からこう見ていた中で、はい、印刷白書というのをその人が過去3年間当たって見た中で、ちょっとこうなんですかね、オブラートに包んだものの言い方をしたんで、はい、外部から見た印刷企業という会に対して、印刷業界に対してなんとなくこうぼやかすようなことにしたんで、はいはい、まあ、その後ちょっと名刺交換したんで、その先生のその方の事務所に一人で行って、はい、訪問されて、訪問して、結局結論は何なんだと、どうなんだと、業界どうなんだと思ったら、もうここにいちゃダメですよ中島さんと、こんな、20年間で3割も売上が落ちてる、そのもっとたどると1950年の時の昭和25年の時の日本の印刷業の市場規模は1000億円だったのが、はい、35年の1995年には9兆円になってる、90倍。だからそこにいると誰でもが右肩上がりだったんですよ、うん、ところがその2000年前後にバブルが弾けてなって、はい、たった20年間で3割も規模縮小がして、そういう業界は日本にないと、印刷業だけだ、印刷業だけだと、だから結論はここにいちゃダメですよってやれたんです、それ聞いた時、印刷業やめるの、やめなきゃいけないのと思ったんですけど、ここにいちゃいけないの意味がよくわからなかったですね。印刷業界の固定概念だったら、その印刷と加工だけやればいいじゃない、はい、その効果だとか、それは我々感知することじゃないじゃないかと、ある意味分業制というか、分業だしね、はい、メールだって別に印刷会社やることじゃないし、はい、印刷会社はお客さんから言われたことを言われた通りやればいいわけであって、でもお客様が欲しいのはそれじゃないわけです、はい、印刷物じゃないわけです、その印刷物のもたらす効果が欲しいわけじゃないですか、それが印刷業界の固定概念ずっといたらば、そこは分かんないですよね。なるほど、ここに留まってちゃダメだと、ダメっていうのは多分、まあ、今思えばそういうことだった。なるほど、飲食店やりなさいとかそういうことですね、それがもう一つは、僕はあのずっと学生時代にその競技スキーをやってて、はい、学生時代から私のことをこう可愛がってくれた、はい、あるその競技スキーの専門店の、はい、まあ、どんどん伸びてる専門店なんですけど、はい、お茶の水神田にあるんですけど、そこの社長さんに、はい、その印刷業界に入った時に、はい、非常に価格破壊も非常、もう価格競争もだし、もうチラシだってもう本当にあのどん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 減ってるし、はい、もうあの印刷業界ダメですよって愚痴をこぼしたら、はい、そこの社長がお前そんなこと言ったら俺なんかは地球温暖化だぞ、俺なんかどうしたらいいんだって、それでもお前俺らは売り上げ伸ばしてるんだぞ、ダメなやつはどこにいてもダメだし、伸びるやつはどこにいても伸びるんだと、二度とそんなこと言うなって言われて、それからもう絶対に社員の方の前でも業界団体の集まりでも厳しいとか大変だとか絶対口にしないって決めたんですよ。ここにいちゃいけないよだっていうことは考え方を変えろと、それからダメなやつはどこにいてもダメ、伸びるやつはどこにいても伸びるんだって言ったことで、常にねその前を向いて新しいものを取り込んでやっていこうっていう、この2つ結構大きかったですよね。なるほど、ある意味先を明るく見て発想を変えて進んでいくという、そうそうそう、逆に言うと印刷の生き残る道っていうのはどういうふうに今見てらっしゃるんでしょうか。だからもう IT にない機能をもう印刷に徹底的に追求する、うん、IT にない機能、 IT にない機能、五感に訴えるとか手触りだったり、手触りとか場合によっては、ね、その最強漬けの通販の DM で僕は夢なんですけど、ね、開けるとこすると最強漬けの香りがする買いたくなるような、よだれが出ちゃうとかねでそれは絶対 IT にないじゃないですか、プッシュするメディアとして、そういった五感に訴えてプッシュするメディアとして の、 その強みを持たせれば、紙はあのますます存在感を増すと思うんですよ。だから僕らがガリバーミッションは、会社のミッションは印刷の可能性を最大限に追求して、ここにいちゃダメですよ中島さんってやれて、それを
まともに受けちゃったら印刷をやめてなんか別のことになるじゃないですか。だからその方が言ってるのはそういうことだったんですよ。発想を変えようと。だから印刷業界のに凝り固まった、俺たちは印刷業界だから言われた通りに言われた通りのことをやればいいんだっていうのを捨て去った瞬間にいろんなことがこう見えてくる。ダメなやつはどこにいてもダメ、伸びるやつはどこにいても伸びるっていう思った瞬間に、なんだ印刷業界全然いいじゃねえかって、うん、見え方が変わったわけですね。世界の全て野村監督が言ってる、考え方が変われば行動が変わる、うん、で行動が変わればね結果が変わる、うん、結果が変われば人生が変わるって、うん、で野村監督がおっしゃってるじゃないですか、まさにそれね。だから考え方一つでね、もう何でもこう何があっても前向きみたいな、うん、こうカチッとこうスイッチ変えれば、だと思いますけどね、うん。あの100年後へのメッセージというのをいただいております、はい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 、この平成の時代を生きた経営者のお一人として何か100年後に通じる、はい、こういう価値観を大事にしていって生きてほしいという。ああやっぱりあの100年経っても人間のその感性っていうのは変わらないどころか、もっとなんかすごい研ぎ澄まされた感性の人たちが溢れて、うん、IT に慣れちゃった子たちが見た時にうわっと驚くんじゃないかな。そういうのをもっともっとさらにこう作り出せる、こう人間のね感性っていうものをあの訴えるものを常にこう作り出していけるっていう会社になっていれば、100年後の子たちがうわすげえとかねかと思うんじゃないかなと。だってあのフランスの何でしたっけ、あの洞窟見た時に原始時代の人が描いた壁画ってあったじゃないですか。あれってすごいこう原色でね、わーってくるじゃないですか。あとそれから昔のいわゆるその葛飾北斎の絵とか、うん、はい、今見たってわーってくるじゃないですか、うん、あれはすごいこう感性に訴えてますよね、うん、ああいうものをどん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 こう作り出していけば、うん、そしてこう常にその時代の流れというか IT をね、うん、IT をこうしっかりと融合させる感性を、感性に訴えて IT をしっかりと融合させるようなメディアを作り出せるね、会社になってれば100年後でもなんかもっともっとすごいものになってんじゃないかなと思いますけどね。いや今日は貴重なお話を伺いましてありがとうございました。